さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私高家直人、三橋貴明です。そして今回は特別ゲストとしまして川添恵子先生にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという施設となっております。皆様はぜひともチャンネル登録をお願いいたします。このチャンネル登録って、はい、その YouTube で私もいろんなとこしてますけどね、はい、だいたい VTuber やってるんだけど、まあそんな話はどうでもいいんだけどやってるんですかチャンネル登録するとこうニュース入ってくるんですけどね、ニュースとか新しい映像入ってくるんだけど、今ね7万に近いんですよ。まもなく7万、10万超えたらねイベントするんで、はい、川添先生出てるんで多分これでポンと8万ぐらいいくと思うんだけど。そうですか。そうです。だっていいんですけどというわけで前回ですね、いよいよ確信に話が迫ったところで終わったんですが、ファーウェイ、はい、多分日本人ってほとんどファーウェイ問題の本質分かってないんじゃない？分かってました？分かってないです、はい、逮捕されてびっくりって感じですよね。なんでっていう感じでした。まず、ファーウェイは確かに民間に見せた企業であることは事実なんですよ。だけどあれだけ大きくなるというのは中国共産党のお金がないとまず無理なんですね、これはもう簡単に言えばそういうことであると。それから何よりも今何をアメリカと中国が戦争してるかっていうとサイバー空間の軍事力なんですよね、でおそらくと言いますかこれを細かく精査することは難しいんですが中国のサイバー空間の軍事力がものすごく上がってしまったんです、でそれは一つの原因としてオバマさんの時代の8年間というのが、そういった部分にアメリカに対しての力を使わなかったんですよね。ところが中国は要するにどんどんアメリカにいる中国人含めて、技術を盗んだり、自分たちが習得をしたりしながらどんどんその軍拡を進める、サイバー空間においての軍拡を進めることができるようになってしまったと。オバマ政権時代にアメリカはあまりサイバー戦争を重視してなかったってことですか？ そのように考えられます。で基本的にオバマさんは確かに2011、2年あたりにファーウェイはスパイ企業だっていうことは、明確にオバマさんの大統領の口からは言ってるんですね。ですがそれをまた駆逐するというか、それに対してどう対処するかということも、議会もそうですし、司法もなかなか動かなかったと、ところがやはりそこでずっとこの状況に来てトランプ政権になってこういろんな意味でやばいと、このままではその中国に世界覇権をされてしまう、その中国というのがその自由と民主があって法の下の平等があって、国際社会国際ルールを守る中国であればまた別なのかもしれないけれども、それが違うというところで全然違う価値観である、要するに共産主義でもって世界を統治しようという人たちがガッとサイバー空間で軍拡してきてるということにやばいというところで、そこでまずその中心的な企業がどこかというとファーウェイであったり、あと、ZTE って言われてる企業もあるんですけど、そこあたりだと。でそれとやはりその 4G っていう時代と、その第5世代移動通信の 5G っていうのは、その 5G は進歩じゃなくて革命って言われてるそうなんです、ね、今 4G ですよね、我々が使ってるの、この次ですね。でもう 5G になっちゃうともう別世界で、我々の感覚で言うと早くいろんな映像がダウンロードできるとか、そんなイメージなんだけど、それはもう今40でも相当十分できることなんだけど、その 5G っていうのはその軍事的なサインというか音とかそういったものもなんていうのもっと聞き分けられるとか、もっと一瞬にしてすごい大量なものをサイバーハッキングでも流せるようになるわけですよね、その 4G から 5G の差がどのぐらいっていうのがちょっと難しい、私もよくわからないんですけど、だから簡単に例えば都市機能を麻痺させる、我々が東京五輪をやりますっていう時にブワーって中国が、例えばやってきたとしたら、そしたら電気もガスもじゃないけど、携帯どころか何もかも使えなくなるようなこともできる。要するにサイバーハッキングだけではなくてもサイバー攻撃、これが非常に中国は今力をつけてきてしまっていると。これを世界が憂えている、その西洋社会、要するにアメリカだけではなくて、要するにイギリスもそうだしヨーロッパも警戒をしていると。いうことなんです。でそういった中でやはりそのファーウェイは、特にアメリカの法律に背くようなことをファーウェイの子会社として置いていた企業のまたトンネル企業にやらしたりとか、要するに中国の企業って非常に複雑なスキームがあって、そのファーウェイのアメリカだけではなくて、そのダミーっていうんですけど、実はそのための動きをしている企業を香港とかに作って、そこにいろんな処理をさせたりするんですね。それはマネーロンダリングしたり、お金、それはお金の洗浄っていう言い方をするんだけど、それから銀行もそこからやり取りするとファーウェイがやったように見えないからっていうところで、いろいろ欺くような複雑なスキームをやっていて、でそれをアメリカはもう証拠いっぱい持っちゃってるよと。だからもう捕まえちゃうっていうところの中で、やっぱりファーウェイ側もその幹部は中南米に行くときには、多くはアメリカのどっか経由で南に下がるんですが、アメリカだと捕まっちゃうといけないと思っていたからか、ずっとカナダ経由で動いたわけですよ。それでアメリカはおそらくずっと捕まえてくれということをね、拘束をしてほしいと、ファーウェイの大物が来たらということは言ってたんだと思うけど、カナダにですか、でもなかなかトルドー政権は、そのカナダのトルドー政権はものすごい中国親中で、しかも中国とのこの貿易ですごく稼いじゃってるみたいな状況があるので、なかなかそれを言うこと聞かなかったんだと思うんですね。ところがやっぱり2016、7年あたりから潮目が変わってきて、それで西洋社会はこのまま中国がね、醜く肥大化するのはやばいということで、一致団結するような動きになったところで結局捕まえたわけですよ。で孟晩舟さんが CFO が捕まって、だからやはりそれに関してはアメリカ側もカナダ政府ありがとうって言ってるんですよね。だからずっとお願いしてたことだと思います。CFO って創業者の娘さんでしたっけ？そうです。創業者は今何やってるんですか？創業者は今中国で隠れてます。隠れてます外国行けないですね、多分。行けないですよ、でしかもね、12月1日に CFO が捕まって、その後実はアルゼンチンに行くはずだったそうなんですね、彼女は。彼女自身が。それで兄さんであるお父さんの方も、違う経路でアルゼンチンに入ってファーウェイのイベントに出るはずだったけど、娘がカナダで拘束って分かって中国から出なかったそうなんですね。だから一応中国の中で逃げてるというか、そういう状況で、ただアメリカの司法省の罪の内容がいろいろあるんですが、23ぐらいあって、それは別に彼女だけではなくてファーウェイの企業とか子会社に対してとか関連企業に、その罪、ファーウェイの娘に対しての罪として言われているものと、お父さん、兄さん、創業者の罪は一緒なんですよ。それでもう司法省の文面にはインディビュアル、デュアル、ワンって書かれていて、個人一っていうことなんですけど、それはファーウェイの創業者を指し示すと言われていて、だからいつか私は捕まるんではないかと。本人なきままの起訴の可能性は高いと。もう出ないでしょうね、多分。出ないと思います。中国からです。出ないでしょう。捕まっちゃうから。でしかもファーウェイのその CFO の孟晩舟さんも、結局今まだカナダにいますよね。それでアメリカからすれば、犯罪者の引き渡しっていうのはカナダとアメリカの間ではあるので、渡すことはできるわけですよ。だけど一応まだ向こうにいる状況で、アメリカに来たらもう終わりっていうか、とことんいろんなことが。話さなきゃいけなくなっちゃうから。そうですよね、話さなきゃいけないというか、もうバレてるっていうことだと思うんですよね。だから、そのファーウェイの問題の時に、そのイランとの関係っていうのがいろいろ言われてますけど、そのあたりってどうなんですか？もうね、結局イランに武器とか提供したりしちゃいけないっていう状況なのに、アメリカにあるファーウェイがその香港の企業なんかを使ってエジプトにどうもまず持って行って、エジプトの企業からイランに入れてるみたいな。通信機器をってことですか？はい、通信機器を。だからそういったその複雑なスキームを使って、悪いことっていうか、その違反をしていて、その証拠をもう捕まえたぞっていうのがアメリカ側の言い分みたいでしたね。だから、まあ、一つの例だとは思うけどエジプト経由でっていうふうに書いてありましたね。このあたりの話って知ってました、はい、コウケさんって。いや全然知らなかったです。日本の私はニュースとか見ないんでよくわかんないんだけど、日本のテレビとか新聞ってどこまで話してるのかな。要はなんかね、その米中の対立について、いやトランプさんの暴走だみたいなイメージばっかりなんだけど、いや全然違うっていう話ね、そんな感じしません。なんか印象的にはトランプさんだからみたいな話だけど、違うんですよねこれね、全然違いますよ。やっぱりね、今相当挙国一致っていう言い方でいいと思うけど、例えば台湾問題に関して言っても絶対台湾を中国に渡さないっていう決意はトランプさんが言ってるというよりもアメリカの議会がみんな OK なんですよ。だからそういうことに関しても全然こうトランプさんだけが勝手なことやってるとか、あっち行ったりこっち行ったり自分の思いつきでやってるっていうけど、全然それは違っていて、で要するに今のトランプ政権の非常に特徴的なことは、まあ、中国共産党政府を、まあ、ある種でいったら敵としてるんだけど、それはどういうことかというと、要するに世界に中国共産党の毒が広がっていくことをもう阻止するっていうことなんです。なぜかというとアメリカの中にも相当数に入ってしまっていて、その赤い毒を今抜く作業に必死なんですね。その赤い毒っていうのはいわゆる工作員スパイなんだけれども、その産業スパイもいるし、政治の方で例えば分断工作をするスパイとかいろいろいるわけですよ。でそういった赤い毒がいっぱい入り込んでいるこの中国の工作を自分たちはもう見破ってるぞというのが、今トランプさんはもうちょっと逆に上品に言っていて、去年のペンスさんのもうハドソン研究所でのもう演説はもうそれを明確に言ってるんですよね。だからそこの部分がすごく重要なのに、なんか日本っていうか大きなメディアは全然言わないと。それでやはりその世界銀行なんかもこれからね変わっていく、トップは変わっていくけれども、やっぱり世界っていうのはお金があって動いていくんですよね。お金と意思があって、でよく言われるのは中国の今の国を作ったのは毛沢東だってみんな思ってるじゃないですか。毛沢東は選ばれた人間であって、彼は別にお金を持っていて自分の国家を作ったわけじゃないわけですよ。だからそのお金を持っている、今に至るまでずっと持っている国際金融資本とか、まあ、違うこの頃はディープステートっていう言い方をするんですが、そういった人たちがソ連だけではなくて中国のその大陸も共産主義の国家という実験的に作ったんです。その時に毛沢東が選ばれたんです。だけど今この70数年経って結局70年経って習近平がそこを凌駕する、自分たちが国際金融資本になって世界を牛耳っていきたいという方向をもうもろ出してしまったので、となれば今まで中国をこう養ってきたとは言わないけど作ってきてあげた、もともとの今でも大金持ちのそういった国際金融資本だったりそういった人たちからすれば何を言ってんだということになるわけですよ。少なくともね、21世紀に入って以降のその中国の経済成長を支えていたのは国家としてはアメリカじゃないですか、はい、ちょっとね図作ってきたんですけど、はい、これ90年以降の主要国の経常収支です、はい、プラスが所得を他の国からいただきました、はい、逆がマイナスが所得を他の国に差し上げましたと。でこのものすごい赤字を膨らませてる国どこだと。アメリカ、もちろんアメリカです。反対側でこの黒い方ですね、中国ですという形で、要はアメリカが中国の成長を助けたわけですよね。そうです。これは今になってみると、まあ、失敗だったと思ってるかもしれないんだけど、これなんでと思いますよね普通の人は、まずね、やっぱりその WTO に入ったのが2001年の12月なんですよ。それでまあアメリカ側とすれば、まあ、そういったルールに従う、自由貿易、自由な経済競争に従う国家になって民主化もしていくだろうということに一応、まあ、ペンスさんの言葉で言えば期待をしたと。ところがこのまあ17年8年ぐらいになるわけだけれども、全然違う方向に動いていると、ね、要するに WTO に加盟する前というのはこれからは共産党政府が企業をいろいろコントロールしたりジャッジすることはもうしなくなる、しませんって言ってるんですよ。ところが今の習近平政権は党が一切を指導し、その党の指導をより強化してきますって言ってるから、全く逆の状況になってるわけです。だから嘘つきということになるわけです。それからあとはアメリカとか日本が中国に投資をしました。工場を作ります。でもそれは技術移転ということとイコールではなく、そこに工場を持つことですよねっていうふうに約束をしていたのに、もう中国に工場を作っちゃうと技術をよこせと、俺たちのものなんだっていうふうにして恫喝をされて取られちゃったりとか、その技術をちょっとアレンジしたらこれは中国のものですっていうふうに嘘つかれたりとか、いろんな方法で中国は騙していったわけですよ、西洋社会とかアメリカや日本をね。だからこの今までのアメリカの政権はそのまま来たけど、もうトランプ政権、それから今後のアメリカはこのそういった中国のやり方を許しませんって言ってるわけですよ。でこれは民主党側、野党っていうかね、そっち大統領が出してない民主党側でもそれについては「えいえお」なんですよ。ところが日本とか大きなメディアはそれについて言わないんですよ。なんかトランプさんが勝手なことやってるみたいね。なんかあれですよね、さっきの技術とかのお話とかもあるけど、なんだっけ、中国製造2025、あれってどういうものなんですか？結局やっぱりその AI とか、その宇宙とかそういそうまさにロボティックスとかそういう分野なんだけれども、10項目あって、でその分野で中国が要するに2025年までにある一定のものをほとんど全部作れるようにしたいと。なぜかというと中国は今でも半導体の分野でいうと製造能力、その設計まではできても製造する能力っていうのが 20% ぐらいしか受給率がないわけですよ。ですからそれをもっと上げて、要するにいわゆるアッセンブリーではなくて、もう完璧に自分たちで全てのスペックをゼロから作れるようにしたいっていうのが彼らの願いで、そのために何をするかというと盗むんですよ。だからそれをまずいっていう、そのサイバーハッキングをしてみたり、そのある企業のそういった部署に入っている優秀な中国の人はその企業のために働けばいいのに、中国共産党にそれを売ってるわけですよ、彼らが買ってくれるから。だからそれを許さんっていうのがもうアメリカであり、もうこれは産業スパイは捕まえるということなんですよ。これね、分からない、日本人分からないんですけど、例えばアメリカの企業に就職しましたと、そこで技術者として育ちましたと、でも彼らの心は結局中国共産党の結びついてるっていうよりも多分支配下なんですよね。そうなんです。それはなんでなんですかね。まずね、この頃分かってきたことがあって、で一つはそのために養成されている優秀な人がいたと。もともと、はい、それはわかる、まさにその産業スパイのための大学でそういった養成を受けていた人がどうもいるということも分かってきていて、あとは中国の人たちっていうのは、これは全部と言っちゃいけないんだけど、神様を信じてないんですよ。要するに我々っていうのはどっかで神様を信じているから、悪いことをしちゃいけないわけです。人が見ていなくてもバレなくても。だけど彼らは神様じゃなくて金様を信じてるわけです。だからお金を積まれたらそれが大将っていうか、そこに忠誠心。だからそのお金を積んでくれる人が A さんになったり B さんになってもいいんだけど、そこに向かって何かをするんですよね。だから中国共産党がどんどん大きくなって、世界的にも金持ちな成金国家というか成金党になってきたことによって、よりそういった世界に散らばった中国の優秀な人たちが、中国のためというか自分のお金のためにもなるようなそういう、技術を、盗んで中国に差し出すってことをやり続けてしまったと。じゃあ変な話、あれですか、中国としては時期が来たら、整ってきたらみんな戻して自分たちが世界を覇権するというか。そう中国からすればそれができれば一番いいと思ってるけど、逆に言うと中国の理系の分野でいうと全くまだ遅れてるんです。だからアメリカのスタンフォードとかマサチューセッツとかそういうところにいてくれ優秀な人っていう感じで、そこでその人たちは正規でお金をもらってる教授なのに、さらに中国からもお金をもらってるという状況。そんなの日本人の学者だったらありえないわけですよ。そんなね、なんていうんですか、どこに忠誠心って一つでしょ普通。ところが彼らはそれを平気でしてしまうというのは、私は神様の存在がないというか、いわゆるモラルがない、だから優秀であってもモラルがないからそういうことが起きているというふうに思っています。ということでお話は佳境なんですけれども、ちょっと2回目のお時間が参りましたので、3回目この続きをお聞かせいただきたいと思います。ありがとうございます。